you got the time, I'd like to stay a while. Do you remember what I said last time we met? Would you like to move? はい、バイテオチャンネル始まるよ。こふみです。ママです。今回は外のお手軽工房のイントロダクションムービーでーす。イエーイ。初めての燻製やってみましょう。はい、はい、楽しみです。今日作るレシピは、はい、タコ、タコ、タコです。タコとモッツァレラ、モッツァレラチーズチーズと、とツイッターのフォロワーさんがやっててめっちゃ食べたくなったいぶりがっことクリームチーズの燻製を作っていきたいと思います。はい、はい、初めてのあれやね。 あとこのね、スモークチップ、スモークチップっていうの、桜、さっき行ってきたプラテンリー糸さんでゲットしてきました。はい、この外のこの燻製のやつはいくらしたんですか、ちなみに。お、これは、2000ヤフーショッピング で買ったやつ。そう、ヤフーショッピングでいろいろ見て、まあ、お手軽らしいからお手軽工房にしてんの。3035円でした。3035円。はい、はい、です。3035円。なり、はい、作っていきましょう。はい、作っていきたいと思います。おお、こっち開くの。うん、ここあの、うん、鍵みたいな。ああ、そうそうそう、右に回すとそっちに回す。はい、おお、なるほどね。そうですね。そんなら食材ぶち込んでみますよ。はい、ここに魚をやるんです。魚今日ないからタコ、タコやな。え、タコぶら下げんの。うん、そうしよう。じゃん、こういう感じです。これは何やったっけ。これはタコの脳味噌です。はい、タコの脳味噌です。いきます。はい、でチーズ開けておいてください。はい、チーズを開けましょう。こう、こんな感じで。なるほど、映ってる、映ってる。はい、はい。こぼれないように ね。はい、じゃあこれで30分ぐらい、はい、いぶしていきましょう。はい、いきます。はい、はい、チップが燃えてます。見られ、チップが燃えてしまってます。これはダメです。どうしたの。失敗だ。チップが燃えたなって、うん、はい、じゃあ今から30分間いぶして出来上がりを待ちたいと思います。はい、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 しかない。はい、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 30分経ちました。はい、出来上がったかな。はい、じゃあ早速開いてみます。じゃじゃーん、どう、いい感じ。わあ、美味しそう。あ、ここ負けて、はい、うわあ、すごい、すっごい美味しそうじゃない。美味しそう。タコも見て、この色味やばいな。いや、チーズこれなんかせなあかんかった。アミかなんか食い込んでない。下のやつ見て、これもちゃんとできてる。それ食べれ。じゃあ、いや、いいわ。はい、どれ食べる。じゃあタコ。私はいぶりがっこ食べる。
パパが。たまに震えてるわ。はい。はい。じゃあ食べていきましょう。はい。いただきます。ママはこれいぶりがっこいただきます。うん。ママちゃんも手でいこう。さっきタコ食べ。ふーちゃん。いただきます。うん、塩が嘘美味しい塩が効いてる、じゃあ私はいぶりがっこいただきますどう美味しいそんな美味しい酒持ってこいうわ出ましたなんだこれはザクロ味ジョンでザクロ味すいません昼間からいただきますいやもうこれ当てやで絶対美味しいあ、いい匂いあ、ザクロの匂い美味しいザクロザクロ美味しいあの初めてやったけど燻製、うん、いいな、うん、いろいろ試してみたいと思いますはいこれからもこれからもな、うん、キャンプ行くたびに持っていこうなとても良かったので皆さんもぜひ買ってみてください外のお手軽工房良、うん、かったね買って、はい、いろいろはい、うん、チップも安いし、うん、こんだけ入って380円やから安かったうんぜひだからあと10回分ぐらいできると思ううん試して見てくださいじゃあ今回の動画はこれで以上ですチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします お願いしますまた見てね、バイバーイ、バイバーイ